どうも、翔平です。今回は発売されました、タイタンフォールをやっていきたいと思います。初日にプレイしたかったんですけれども、どうしようもありませんでした。Xbox Live にサインインができないというマイクロソフトからの問題でですね、早朝に撮っております。ということでね、1試合目撮ったんですけれども、ちょっとレベルが上がって、すぐホストとサーバーが切れてしまったみたい。ホスト、サーバーとあれが切れてしまって、ロビーから弾き出されちゃったんで、もう1試合、すいません、撮らせてください。ということで、ここからやっていきたいと思いますけど、パイロットロードアウトは、ベータ版で出た通りですかね。パーティーさんも多いみたいなので、話に聞くと、まあ、負けちゃうかもしれませんけれども、頑張ってやっていきたいと思います。楽しんでね。まあ、最初からマップも全然わからないので、ひどいね、こりゃっていう試合になるかもしれないですけども、まあ、ワーギア行ってるところをお楽しみいただければと思います。ハードポイントやっていきたいと思います。よし、やっていこうぜ。やっていこうぜ。タイタンに乗りつつ旗に入るみたいな感じじゃないとなかなかうまくいかないと思うので、タイタンを大切にという感じですかね。さてどうかな。レベルはね、結構簡単に上がるんじゃないかなと思います。うん、ただやっぱりね、チームワークが重要なので、うわすごいね、みんなもう30、さっきも48レベルとか50人何レベルとかいたんですよね。みんなやってる。でもどの人に聞いてもね、すごい面白いよっていう答えが返ってくるので、皆さんもね、ぜひ PC バージョン、Xbox360 バージョン、Xbox One バージョンとお楽しみいただければなと、期待して待ってください。日本で発売されるのもね。ベータ版との違いではね、多少なんかボットがいるんですよ。がね、ちゃんと打ち返してきたりと、少しね、やった感想は、お、打ち返してくるなと思ったり、やっぱりマップがね、広いマップも多いので、ちょっとマップ隅々まで覚えるまで慣れが必要かなっては思いますね。ちゅうことでですね、なかなか始まりませんけれども、ディミターですかね。どういうマップなんだろう。楽しみですね。タイタンはなんか種類があるみたいでね、この細いやつは一体何なんだろう。リジェンブースター、岩田でボディシールド、リジェネレイツファースター、ボディアーマーが、ボディシールドがリジェネレイト、シールドをね、あ、じゃあこっちの方がいいのかな。でもクワッドロケットって使いづらいような気がするんですよね。リロードが遅くてね、あのシールドを使いながらリロードができるといいですけど、それができないので、シールドを使うタイミングね、私タイタンが本当下手なので、それをちょっと実戦でね、乗り物系は私下手なので、なるべくね、タイタンに乗ったら旗の周りに行って、まあ使い捨てみたいな感じになっちゃうかもしれませんけれども、よろしくお願いします。武器がね増えるっていくと思いますけれども、何種類ぐらいあるんですかね。ロボットゲームというか、私打ち合いを楽しみたい派なので、タイタンは旗を取るときに利用するという、なんか BF スタイルですね、私の早く始まれよ、長えぞい。じゃあこれにする。で、これにしようか。 OK、 行こうか。よし、お、空からよし、行こうぜ。こういう乗るの難しいですね、このゲーム。私が下手なんでしょう。ちょっと乗れないよ、もういつもこういうところにする。よし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 、どこにいる、どっちから来るんだ。 B が取られて、これは敵じゃないのか。あれ、これ敵じゃない。あ、あ、これしゃがめないのか。オッケー。何なのこいつは。こいつは何なの。
止めろなんか歩いてる人発見したよ。まずマップ覚えないとダメだよね。止めろ。どうやったらどこに行けるのかさっぱりわかんないわ。クォークっていうので姿が消せるんですけど、後ろかい。なかなか難しいの。さて C を取れって言ってますね。 C を 全ユニットで取り戻せって言ってますね。痛い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 。全然わからん。全然どっから撃たれてんのかわからんぞやられてやられてやられまくるというのが、最初のスタイルでございます。さーてと、まずこういう慣れていかないとね。みんなで C 取ってる。 OK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 。おー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 、やった、一人倒したよ。よし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 。タイタンが痛い痛い痛い。どこ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 にいるの一体。全然わかんないんだけど。全然わかんない。どこにいたの女の人は。よし、じゃあ B 取りに行く。よし、ナイフ出た。びっくりナイフです今のびっくりナイフでーす。よしよしよし。待てちゃった。もう伏せる癖がついてますね完全に。大丈夫です大丈夫です。大丈夫なようですよ。オッケー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 。オールこれでこれでいいの。あ、そっか、私もタイタン使えるんだっけ。オッケー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 。どっからどう行くかが問題ですね。よし、とりあえずこいつをどうやって壊そうか。ほら、いや全然減らないね。いやそりゃ無理だそりゃ無理だ。タイタン呼べってあるじゃん。あー間違えた。またちょっと無理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 。やばい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 。タイタンに乗れって話だよね。タイタンで行きます。みんなタイタンに乗り始めたぞ。やばいぞ。まずタイタンを、オッケー、ちょっとリロード。どうやって生き残るかだよね。これスピード重視か。これはなになになに。タイタンがヤバいと言っているぞ。マジかいマジかいマジかい。リロードリロード。ちょっと後ろに向いて。よしよし、ほらちょっと B をどうやって取ろうかな。これは OK ね。リロードしとかないと辛い目に遭う。痛い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 。タイタンアシスト。ほらほらほら、まずい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 。誰が狙ってん、誰が狙ってんの全然わかんない。なに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 。エジェクトエジェクトエジェクト。誰かが乗っかってるって言ってますね。誰かが乗ってるって言ってる。あーそいつか。ナイスナイス全然わかんなかった、どうやって乗ったのか。よし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 。うわぁいるよいるよいるよ。危ない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 。We're now in control of Hardpoint Charlie。 よしよしよし。 A に行った方がいいのか。おぉちょ待て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 、危ない危ない危ない。そうか、ドミネーションドミネーションだと思って旗取りに行っちゃうよ。これフラフラしてちゃダメだってことね。 OKOKOK。 アプリズ under attack。 C にいようぜ C に。そうか、タイタンでいればよかったのか。どうしよう。 C 取ってるよ。これでいいの。でもこれであんま面白くないんですよね。でもね30秒でレディーだってよ。いいのこれで。でもこうしてないとダメってことですよね。逆に
あれなんか死んだぜそこで誰か。え、これやっぱこうしてないとダメってこと？走り回るのがいいけどこれじゃちょっとつまんないよね。タイタンが出たって。よし、じゃあとりあえずいつもドミネーションだと勘違いしちゃうんだよね。これ使いやすくていいな。前のやつ。じゃあ B に残ろうか。 B で残ろうか。とりあえずちょっと頑張って。よしよしよし、 B に残る、 B に残る、 B に残る。タイタンが来てる。これは味方。B にいた方が良さそうですよ、これ多分ね。オーケー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 。ほら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 。狭いところで戦う。オーケー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 。全然ダメージかましてないけど。でもこれでいいんですよね、戦い方としては。 B をちゃんと、 B にいる。よし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 。で、B は大丈夫。でも A を取りに行った方がいいのかな。ほらほらほら、オートタイタンか、あれ。 B 守ってるよ。ほらほらほら、なんだこれ、ダメージコアって。前もあったんだけどよく分からなかったんだよ、ダメージコアって。これはここにいていいの？俺なんか壊したぞ。倒した。オッケーオッケーオッケー。 B 守ってるけど、勝った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 。逃げていったぞ、こやつは。ほらほら、さてさてさて、逃がさないぞ。リロード。ほらほら、オッケーオッケーオッケー。これでいいのか、こんなんで。おーおー、何を食らってんだ俺、何を食らってんだ。これここで死ぬわけにいかない。最後まで生き残るぞ俺は。オッケー。ほら、あれ全然効いてないよね多分。何あれ、近くで撃たないと効かないってこと？デュームドタイタンって書いてあるけど倒したってこと？もう死んじゃうからやめとこうか。何あれ、オートタイタンなのあれは。リロード。勝った。こんなんでいいんですか？こんなんでいいんですか？めっちゃ楽しかったけど。そんなに回線も気にならないですね。攻めるより守った方がポイントはいいので、多分 B とかにタイタンで張り付くのがいいかもしれないですね。なかなか面白かったと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。